実際流が張り土打診術とは、味噌の異彩によって発案された針の侵入法。小さな土を使って、五寸釘のような太い針を刺す。現代では、先の丸い針を使い、刺さずに治療する打診術が考案されている。江戸中期以降は、下張りを使う杉山流が大きく流行し、味噌の流の針は衰退してゆく。柳谷それによって、 実用化された打診術も夢分流によるものであるが、柳屋自身が腹部のみで治療するという考え方を持っておらず、古代旧針や霊数の星、九詩など多くある死入法の一つとしか見ていない。柳谷それ以降、柳谷の弟子たちによる打診術の再利用化が育まれたが、頓挫してしまった。現代では腹部打針を実用化するために、 針の先端を極端に丸めた専用の針の発案などが行われている。決してメジャーな刺入方法ではなくなったが、現代でもこの手法を用いている、神経師は存在する。打診術を重要視している流派もあるほどで、衰退するには至っていないのが現状である。他の刺入法と違って、針が太いので、本来はごく浅い刺入しかしなかったのではないかと推測される。 後日する夢分流と異なり、味噌の流の針は身体各所に行っていたようで、管で細い針を侵入する杉山流と比べると相当痛い。夢分流の針は腹部を中心に針治療を行う。それは五臓六腑の経落が腹部を流れており、そこを整えれば五臓六腑すべて引いては全身の調整が可能であるという考え方により、腹部を中心とした治療となる。 ありがとうございます。